そろそろ行くか。今回の案件は生きて帰れるか、さすがに保証はないな。まあ死んだら死んだで、それも仕方のないこと。染みついた思考なのだからしょうがないだろう。彼女からか。待っているか。それはあれだな、文字ではなく声で聞きたい言葉だ。俺が死ぬと悲しいのは、俺に二度と会えなくなるのは君にとって辛いことか。そうか、ならば俺は死なない。いや、正確にはほんの数秒前までは死んでもいいと思っていた。だが君のメールや君の言葉で思い直した。君を悲しませたくないと思ったからな。効力は十分あったということだろう。君がしょげていると張り合いがないからな。心配するな、死なないと決めた俺は異様に強い。銃弾くらい避けてやる。そのために鍛えているようなものだからな。吹き飛ばされるかもしれないが、鍛えた体がガードしてくれるだろう。俺の筋肉は鉄のように硬い。俺の頭脳を舐めるなよ。されたとしても拘束されたふりというところだ。当然だ、俺はまだ君に言いたいことがある。それは帰ってきたらじっくり聞いてもらおう。じっくりバーでウイスキーでも飲みながら聞かせてやる。必ず無事に帰るからちゃんと待っていろ。行ってくる。まるで恋人同士のやりとりだな。危険な土地に行くというのに浮かれてしまいそうだ。 Thank you.